い、どうもこんにちは、ナオトです。今回はこちらワークマンの空調服を買ってみました。で、今回はですね、空調服のレビューというよりはですね、空調服の使い方のコツというかね、私なりのコツをね、お話しできたらいいかなと思ってます。まあ、空調服着て作業してね、ああ涼しくてやったっていうのはね、もう当たり前かなと思いますので、そこはね、まあ言わなくてもいいのかなと思います。空調服着るとね、まだね、夏に着て作業してないので、そこまでのね、あれはわからないんですけども、4月のね、暑い時、まあ、最高気温がね、26度とか行った日があったんですけど、その日に使ったんですけど、やはりね、かなり涼しくなります。なので、夏場というかね、外作業される方は、空調服ね、絶対着た方がいいかなと思います。その空調服なんですけども、やっぱりね、ちょっとしたコツがいるかなと思ってます。やはりね、何もつけてないで、仕事とか作業する時よりもですね、いっぱいね、装備をつけますので、とてもね、動きづらくなっちゃうんですよ。それをね、少しでもやりやすく楽に、ね、なるように使えたら、もっとね、使いやすくなると思いますので、そういったことをね、ちょっとお話できたらいいかなと思ってます。はいはい、私ね、こんな風にね、空調服のセットをこういったね、コンテナというかケースの中に入れてます。バッテリー、ケーブル、充電器、ファン、そして空調服の上下、これをね、一つのまとめたセットにしてます。こうしておけばね、現場とかに持っていくときにこれごとね、持っていけば忘れ物もないし、コンパクトにね、しまっておけるので、こんな形にしてます。はい、これがファンですね。2個セットで売ってます。バッテリーの充電器、ケーブルですね、ケーブル、はい、そしてバッテリーです。これバッテリーケースに入ってます。はい、こんなバッテリーです。で、こちらを押すと電源が入って、で、今表示されている数字は充電量ですね。1から9まで。ちょっと減って8になってますね。で、繋がないと、動かないっぽいですね。よいしょ、ケースに入れときましょうかね。ほいっと。これはウィンドコアって書いてありますね。ウィンドコア、上着のところはね、お腹の横あたりですに、こういった穴がついてます。こちらは空調のズボンの方だけど、なんて書いてあるのかな、アローかな、 D アローかな。はい、太もものところにね、こうやってね、つけるところがありますと。はい、まずね、ズボンから見ていきますね。まあ、ズボンのね、メーカーによっても違うと思うんですけど、私がね、ワークマンで購入したこの空調服のズボンなんですけども、このファンを取り付けたり、ファンとね、このケーブルつなぐんですけど、これを、まあ、こういう感じでつなぐんですけども、このケーブルをつなぐ作業が、このね、ズボンを履いた状態ではできないんですよ。やりづらい。これがね、ズボンを履きながらできればね、もっと便利だなぁと思うんですけどね。まあ私の手がちょっと若干短いのもあるかもしれないんですけどね。なので、ファンはね、先にセッティングします。で、このセッティングするときにちょっとね、コツがあります。このね、ケーブルを刺すときの、ここの端子というかね、この受け口ですよね。これがベルト側。こちらがね、なるべくベルトに近い向きにつけると、ケーブルを刺すときにね、すごい便利です。こうやって開けて、こんな感じですよね。ケーブルの刺さる方を上につけます。あ、でですね、この空調服は、この、まあ、デザインされてる方が外向きですね。で、こちら側が内側。で、風は、こっちから、こうに吹くわけですね。はい。なので、こっち側が内側に来るようにって感じです。反対側もつけます。はい、こんな感じでね、つけました。あとですね、この空調服のファン。これは上下使われる方はね、同じものに
しておいた方がね便利かなと思います。もしね違うメーカーとかね違う規格とか買っちゃうと、このバッテリーにはこのファンしか使えないとか、そういったことが起きるので、管理するときにねめんどくさくなると思いますので、ファンとねバッテリーはもう上下同じものを用意されるとね便利かなと思います。ここにね開いた状態でもコード挿しちゃうといいと思います。で、バッテリーをねどちら側かにつけるんですけど、この短い方と長い方あるんですけど、短い方にバッテリー側が来るようにするとね使いやすいかなと思います。私は右バッテリーがいいかなと思ってるんで、右側に短い方をつけます。はい、こんな感じですね。で、ちょっとねこのケーブルを、まあ、ファン入れてケーブル通すわけじゃないですか。で、ここがねジッパーになってるんですよね。閉まるはずがないんですよねはい、まあ、こちら側はね閉めようと思えば閉められます。まあ、こう繋がってるんでこっち側できますよね。でもこっち側はこっちに閉じたらさ、こっちにこう閉じるとしますよね。まあ、そうするとここにケーブルが引っ張られてちょっとね嫌な感じになるんですよね。はい、なのでそうだな、両方ここに閉じたり開いたりできるようなジッパーというかねだったら便利ですけど、まあうーんって感じですよね。まあこんな感じで準備しますと。そしたら今履いてるベルトを取って、こっちのね空調服のズボンの方にベルトを移していきます。はい、まあ、今履いてるズボンのベルト外しました。多分なんですけど、空調服のズボンだけでね直接履くって人いないんじゃないかなって私は思うんですよね。ずっと履いてるのもなかなか大変だと思いますので、今履いてるズボンの上から履くっていう方がね、まあ、ほとんどなんじゃないかなと思うわけですよ。はい、でベルト外したんでベルト通していきます。今ここまで来てるんですけど、このベルト通すここの部分、ここがねちょうど腰骨のあたりなんですよ。ここにバッテリーをつけていきますね。ワークマンのねこのバッテリーケース、ここにねベルト通す紐があるんで、ここをね通していきます。はい、でここがちょうどね腰骨のとこなんで、こっちよりもね後ろにバッテリーつけた方がいいと思います。このね腰の紐よりもねこっち側につけてしまうと操作はしやすいんですけど、このバッテリーがねどうしても前の方にね動いてしまって、かがんだりした時にねこのバッテリーがね太ももに当たって干渉しちゃうんですよ。なのでしゃがんだりとかねそういった作業がねすごくやりづらくなります。なので腰骨の位置のこの紐よりもね後ろ側につけるのがね便利かなと思います。ね、ここでストップがかかるので、これ以上ね前に行かないわけですよ。この状態だったらこういった感じにねしゃがんだり立ったりとかがすごくしやすいです、ね、これがこっちだとねここにどうしてもね当たっちゃうんですよ。なのでこの位置がねこの腰の紐よりも後ろがねバッテリーの位置はねベストかなと思います。はい、続きまして上着の方ですね。じゃあまずはねファンつけちゃいます。こういうね平らなところでねファンつけるのは楽ですね。上着の場合はこういった風にね広げてねファンつけられるのでねすごい楽ですね。で上着の場合はケーブルをね刺すとこの位置とかもねあまり気にしなくて大丈夫です。でこんな感じにケーブル刺します。この上着の方のバッテリーを前は腰につけてたんですよ。そうするとねケーブルがちょっと干渉したりとか、あと腰にね2つもバッテリーがつくのでねちょっと煩わしかったんですね。なのでちょっとねこのバッテリーつける位置を工夫します。この服はですねちょっとこの上の方にね紐がついてるんですけど、これを使ってバッテリーをね背中の上のあたり、まあ、首の下あたりですね、まあ、うなじの下あたりにこれをつけていきます。はい、こんな位置ですね。ここにつけるとねちょっと後ろは気になるんですけども、腰回りはすっきりしますし、何よりもね
バッテリーをつなぐケーブルが背中に来るんですよ。それがすごく良くて、私この位置にしてます。欠点とすると、ファンを動かす時の電源を入れてからじゃないと切れないっていうのはね、ちょっと欠点ではあるんですけども、作業をしやすかったりね、ケーブルが邪魔になったりしないんで、いい位置かなと思います。で、こういう風にね、電源を入れておきます。そしてから来ます。バッテリーの位置はですね、ちょうど私の手のあたりですね。はい、こんな感じです。とてもね、涼しくて作業もね、はかどるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ワークマンの空調服のちょっとしたコツでした。あとですね、この空調服にはいろんなメーカーがあると思うんですけども、ワークマンを選ぶね、メリットとデメリットがね、あるかなと思います。まずね、メリットとすると、デメリットでもあるんですけど、バッテリーとファンの規格がね、一つしかないっていうことなんですね。ある意味選択肢がないとも言えるんですけども、バッテリーがもう空調服専用なんですよ。なので、何がいいっていうと、やっぱりね、バッテリーとファンをつなぐケーブル、こちらがいいんですね。他の空調服だと、USB のケーブルだったりするんですね。なので、ケーブルが外れやすかったりとかね、そういったことがあるんですね。結構ね、ハードな仕事だときとか、バッテリーとファンがね、抜けづらいっていうのはかなりメリットになってくるんじゃないかなと思います。私もね、他のメーカーで、USB 使うタイプのね、ものをちょっと使ったことあるんですけど、いつの間にかね、やっぱ接触不良とかで電源が止まってしまったりとか、ケーブルが外れたりっていうことがあるのでね、その点ね、空調服専用なので、かなりね、がっつり固定されるんですよ。もう力いっぱい取らないと、抜けないぐらいなんですね。それはね、かなり便利かなと思います。他にもバッテリーを選ぶ必要が出てくるんですね。もちろん携帯バッテリーですね。携帯バッテリーに詳しい方はいいんですけども、詳しくない方はね、どれを買ったらいいんだとかね、良くないバッテリーを選んでしまうとか、規格が合わないとか、そういったことも多々あると思うんですね。そういった意味で選択肢が逆にないっていうのは、それもね、メリットの一つなのかなと思います。逆にすごくね、バッテリーに詳しい方は、このメーカーのバッテリー使えないのかとかね、自分が持ってるバッテリーを使えないのはちょっとやだなっていう方もいらっしゃるかなと思います。あとはちょっとお値段が高いぐらいですかね、デメリットとすると。はいはい、そんなとこかな。空調服ね、すごい涼しくなるのでね、夏場にはね、これは必須かなっていう感じがしますね。皆さんもね、参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。直人でした。バイバーイ。